昭和は地面よ。平成フラミンゴに対抗して、昭和人面魚です。昭和は人面魚でしょう、一番流行ったのは。犬は何だったっけ。人面犬。人面犬いたか。人面犬いたな。人面ブームでしたね。人面、今思えば人面魚ってひどかったね。なんかさ、怖えとかなんか子供だったから思ってたけど、そいつめちゃくちゃいたもんね。あの人間っぽい模様の鯉、全部人面魚なんだよ鯉って結構。今日はちょっとやってみたいことがあります。新企画というかね、まあ、新しい軸にしていきたいなって思うんだけど。軸いっぱい作りますね。まあ今までもね、まあ、やってるわ。やってる結構。漫画の必殺技再現、これですね。はあはあはあ。まあ制約不制約とかもそうだけど、 VS 天使の時もいろいろやってるけど、あの時はかなりやりましたね。だいぶやったね。おう、今回もねちょっとやりたいなと思って。なるほど。池崎の漫画再現シリーズ。漫画再現シリーズ行こうか。じゃあちょっと準備あるから。準備、うん、あ、なんかあるの。ちょっと待ってて。はい、分かりました。お待たせしました。さあやろうじゃないか。ちょっと待ってください。漫画再現やってこう。池崎さん、何誰ですか。分かんないの。分かんない。もうね、ギャラクシアンは気づいてると思うよ。ほう。ハンタージョージです。池崎さん、何ですか。誰ですか。ハンタージョージだよ。ハンタージョージ。漫画食いしん坊に出てくる伝説の大食い屋、ハンタージョージだ。すいません、ちょっと存じ上げてないです。ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。しょうがないね。今回やるね、漫画これなんですよ。食いしん坊。食いしん坊。はい。大食い漫画ね。そう、大食いをテーマにした漫画。はい。これはこのね、食べ物系のね、漫画の中で。ちょっと、ちょっと気になることがあって。何ですか。さっきからなんかね、うん、これ何これ。あ、付箋です。付箋がね、ピラピラピラと落ちてきてるんですよ。何なんですかこの付箋は。じゃあハンタージョージは、はい、なんかこういうウエスタンな格好してるのよ。あ、これウエスタンだったんだ。うん、でもね、高いのよウエスタンの服。あのウエスタンの革ジャンにあるこういうヒラヒラしたやつ。そう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 。あれ買いに行ったら6万とかしてたから、それさすがにちょっと、さすがにちょっとと思って付箋貼ったんですか。付箋貼りました。いやー、ハンタージョージ完成しました。もうついでに聞いていいですか。はい。これは何なんですか。これスカーフですね。スカーフ。ハンタージョージスカーフ巻いてんのよ、派手な。ウエスタンの人が。そう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 。ウエスタンの人、そんな豆絞りじゃないでしょ。なんで和なんですか。いやー、まあジョージはね、こんな格好でやってますから。はい、まあじゃあミッシュー、はい。これはね、はい、これ主人公が、これが主人公。これハンタージョージじゃないです。はい。これね、主人公がね、ある日ね、カツ丼屋に行くのよ。ほう。大食いチャレンジみたいのやってて、それに、行けるっしょみたいな感じで行くの、調子乗って。うん。で、全然食えないのよ。ほう。で、そこにハンタージョージが現れるのよ。はい、伝説の大食い、ペロッといくのよ、楽勝で。で、そんな出会いからハンタージョージにこいつはちょっと弟子入りして、どんどん大食いが強くなっていくっていう漫画なの。ああ、なる。じゃあ主人公の師匠みたいな。そういうことです。もうこの漫画はね、この料理漫画界の俺はバキだと思ってます。漫画料理界のバキ。うん、バキみたいにいろんな敵出てくるのよ。ほうほうほう。基本的にハンター10この主人公チームは大阪食い倒れファイターズみたいな OKF だ。 OKF、 うん、大阪食い倒れファイターズみたいな OKF っていう団体と戦うんだけど、はい、OKF は邪道食いの集団なの。もうね、食い方は関係ないの。
もうとにかく食い物をお湯に溶かしてグーって飲んだりとか、はい、それ邪道食いって言うんだけど、はい、それに対してこっちは正しい成功法で綺麗に食べて戦うっていう漫画、はい、まあそんな漫画ですね。でその、うん、その中でじゃあ、はい、池崎さんが再現する技は何なんですか。ハンタージョージの伝説の必殺技二丁食いをやります。二丁食い、うん、これはですね、はい、ジャンボラーメンにね立ち向かった時にハンタージョージが初めて出した技、はい、もうこれもう最後の最後まで使われる最強の技、もうカメハメハ的な技なのよ、ドラゴンボールで言ったら。なるほど、代表的な。でラーメンめちゃくちゃ熱々でしょ、はい、これをやっぱラーメンの大食いで決まってきて熱さなんだって、うん、ああ。暑さが暑すぎてどんどん食べれないと、スピードの勝負の時もあるから、はいはい、そんな時にハンタージョージは二丁食いって言って、はい、箸を両手で持って、はい、ズバッて食うじゃん、はい、こっちで食ってる時に、はい、こっちの手は麺を上げてんのよ実は。ほう。でこっちで食ってる間に、はい、こっちの麺冷やしてんのよでこっち食い終わったらこの冷えた麺をいくんだけど、こっちでもう一発あげるのでこっち冷えたらこういくのこれだったらもう常に熱すぎない麺をどんどんいけるからハイスピードで食えるっていう二丁食いズバババババって言ってたから、うん、それカメハメハって言ったら鳥山先生怒るからそれでおそらく早く食べれると思うから、はいはいはい、それ証明するために、はい、北村と大食い対決をします、はい、大食い対決する、はい、うん、速さを競う、速さを競います。じゃあこれ実際やっていきましょう。はい、極み。さあというわけで二丁食いチャレンジやっていきましょう。いや今ちょっと読ませてもらいましたけど、はい、すごいですね。二丁食い、二丁食い、これを今から池崎さんがやるそうです。ハンタージョージですね、これが。で、こうやって食って最終的にはもうこうなるわけです。顔2個なってるから早すぎて俺これにはちょっと勝てないかもしれない。勝てないでしょ、はい、うん、絶対勝てないよ。じゃあちょっとやりましょうよ。よし、ちょっとやろう、はい、ちょっとやるか、まずは。さあ、やるぞやるぞ、うん、なんすか。え、これチャーハンです。チャーハン、まずチャーハンを食べます。どういうことですか。ハンタージョージはラーメンチャレンジの前に、はい、実はチャーハンを食ってんだよ。これチャーハンを先に食うことによって胃が拡張されて準備が整う、はい、だから俺も今からチャーハンを食って胃を拡大します、はい、そこまで再現するんです。そう、じゃあチャーハンいただきますめちゃくちゃうめえじゃん、このチャーハン。俺が作ったんだけどよっしゃ、準備完了ですか。胃が拡張されましたよし、こっからラーメンを作ります、はい、3玉ずつ。3玉、いや3玉って結構ちょっとしんどそうな。ちょっとしんどいよ、はい、うん、プチ大食い早食いたいです。よし、極み。日清ラオウです。醤油味、これ熱々じゃないとってことですね。そう、熱々でいいんだから。これ熱ければ熱いですけど、ハンタージョージ言うと、これが言うと、めっちゃうまそうだ。さあ、はい、ラーメンサタマできました。でかうまそうよし、熱いうちに。ちょっと待って、うん、脱ぐわ脱ぐんですね。ハンタージョージも脱いでなるほど、うん、完全再現だ、うん、これも外してた。はい、すごい量。いや、これ3玉なんて食ったことないな、人生で。熱そうですね、しかも。はい、うわ、ちょっと緊張する。じゃあ、用意スタートを矢川さんに言ってもらおう。わかりました、はい、これも本当に真剣にやっていいんですね、うん、もう演出しないですよ、はい、そんな、うん、わざとらしい。いきます、よーい、スタート。やべやべ、そういうことかちょっと待って、左がむずすぎる左がむずすぎる。そうか、両利きじゃないとダメなんだ
ちい。ちょっと逃げない人は笑わせないよ。熱いこれ、確かに。ちょっと面が邪魔すぎる、もう視界が悪い。左ヘッド。いやでも確かにちょっと池崎さん早いな。カンパって言わずに行けてる。すげえノンストップだ。ちょっと待って、ハンター表示つれえ。やっぱちょっと間があるな。確かに熱いんですよ。熱くない、湯気すごいもんなって。左がむずすぎる。ちょっと待って、もうあ左からズルズル聞こえるだけで笑っちゃうんですよ。うまい。超冷やせてるこっち。でも見た目は今のところいい仕事な気もする。まだわかんない、ただペースは池崎さん、ジョージが速い気がする。何てくれてちょっとそのおもろい体勢でことやめてもらっていいですか、池崎さん。こんな感じで左がむずすぎんだ。ダメだ、もう見たら笑っちゃう。フォークとかにかよかった、左は。左はフォークだな。ハンタージョージ両利きなんですか。そうなんだ。訓練したんだと思う、この技のために。プロだ。熱い。熱だもんな。湯気がすごいもん。いや、熱いんですよ、やっぱ。よっしゃ。チャーシューもいくわ。2丁上。チャーシュー2丁上。チャーシュー冷やさなくていいね。チャーシュー冷やす必要ありますか。あれ？あれ、ちょっと待って、ヤカダさん。あれ俺の方が食ってないですか。ちょっと待って、池崎さん、俺の方が食ってない。そんなことないよ。こっち二丁食いだぞ。あれペースはなんかズルズルいってんだけど。食ってる感じはあるんだけど。いや、めっちゃその派手に食ってる感だけ出してて、あんま食ってなくないですか。何これ、不思議不思議。ちょっと待って、ジョージおもろい食い方してるだけであんま食ってない。ちょっと笑ってないで、一応食ってるから。ちょっと笑っちゃった。ちょっと食います。やべ、ちょっと待って、めっちゃお腹いっぱいになってきた。チャーハン食うからすよ。チャーハンが効いてる。めちゃくちゃお腹いっぱい。池崎さん、俺もあと卵4個で終わりです。やべ、麺分負けてる完全に。麺分負けてるのが分かる。左で時間かかるんだよな、左で。いただきます。ごちそうさまでした。ちょっと待って、めっちゃ腹いっぱいだわ。ハンタージョージ偉いですね、残さず食べてますね。
負けても、うん、当たり前やんけ、大食いだぞ膝にね掴むのがむずすぎるいやそのズル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 吸う音が途中止まってなくて左側から、うんうんうん、あ本当に俺全然負けてると思ってたんですよ、うん、パッと見たらあれ俺の方が食ってねいつの間に三試合池崎になってハンタージョージからきつい熱いね大食いってねいやいかがだったでしょうかね。漫画食いしん坊二丁食い挑戦ということで結果は、敗北です。敗因はですね左がむずすぎるこれにつきます。あとチャーハンですねでしょだから言ったじゃん、うん、この機会にチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。ポチッといいねちょうだい